新年明けましておめでとうございます。初詣に行ってくる。むー、持ち食った持ち目。到着しました。ビットコインでお賽銭。今年もいい一年になりますように。2021年も張り切っていくぞ。今年もよろしくお願いします。アグロ暗号資産研究チャンネル BTC。おじゃ、アンゴロです。餅うめえ。餅食いすぎて鼻が詰まった。今年もどんどん暗号資産の継承結果をお届けするのでお楽しみください。今回の話題はこれです。ドーン。ビットコインは1月は上がるのか予想チャート。ドーン。これはビットコインの日足立てです。2020年10月1日の価格は17,776ドル。2021年元旦の高値は29,600ドル。3万ドルを超えて3ヶ月で3倍になりそうな勢いだぜ。ニュースと、ビットコインの天井は1月上旬。米 CNCB 投資番組で予想。マーク・ニュートン。Google トレンド上の指標はピーク時の100に対して12月時点ではおよそ4分の1に当たる28であることから、現在の相場は個人投資家より企業からの関心が多いと指摘。歴史的なトレンドを見ると、10月から12月に好成績を見せた後は12月後半または1月上旬にピークアウトする傾向があると指摘した。ずっと。これは Google トレンドとビットコインのチャートを重ねたものです。Google トレンドとはですね、指定した文字列がどれくらい検索されたのかを調べられるツールです。青色の線が Google 検索数。一番検索された週を100として、過去5年間でビットコインがどれくらい検索されたのかを表しています。一番検索されたのは仮想通貨バブルの2017年12月17日の週。バブル崩壊後は平均12で推移してましたが、2020年12月20日の週に28まで上がりました。ピークの4分の1。そして最新の12月27日の週は39。ピーク時の 2.5 分の1まで上がりました。だんだん来てる。オレンジ色の線はビットコインの価格です。青い線と同様に2017年の頂点を100とした価格の推移を表しています。価格は2020年10月から12月にかけて約1万ドルから2万9000ドルまで上昇し、バブルを超えて 1.5 倍まで上がっています。このように価格は仮想通貨バブルを超えているけど、検索数はバブルの半分以下。という状況からニュートン氏の見解は、現在のビットコインは個人投資家よりも機関投資家の関心が強いと見ています。ニュートン氏の予想と、It is still quite bullish on an intermediate term basis given that it's just broken to new all-time high. Near term, my cycle composite shows as peaking out in early January. So you look at 2013, 15, 16, 17.過去最高更新したばかりであることを考えると、中期的には依然としてかなりの強気です。短期的には私のサイクルコンポジットは1月上旬にピークアウトすることを示しています。2013、15、16、17年を見てください。ずっと。オレンジの線は2017年から2021年までのビットコインのサイクルコンポジットです。銘柄の価格は永遠に上昇し続けることはないのと同様に永遠に下落し続けることもなく、必ず周期があり上昇トレンドと下降トレンドを繰り返しながらどちらかの方向に向かって価格が推移していきます。ニュートン氏の分析結果ではビットコインのトレンドは大きく分けて、2017年から上昇トレンド5回、下降トレンド4回を経過し、そろそろ5回目の下降トレンドに入ります。また10月から12月に好成績になった場合は12月後半から1月上旬にピークアウトする傾向があるので天井が近いと予想しています。ピークアウトとはですね、価格が頂点達して下降トレンド入りすることを言います。2013、15、16、17年のピークアウトを見てみましょう。ドン。黄色箇所が2013年10月から12月末までの期間です。
10月の初めには130ドル、11月30日のピークは1177ドル、9倍、1週間で597ドルまで下落してピークアウト、頂点から 49% ダウン。次っと、赤色の箇所が2015年10月から12月末までの期間です。10月の初めには237ドル、11月4日に501ドルでピークになりました。2.1 倍、そこから1週間で298ドルまで下落、頂点から 40% ダウン。次っと、緑色の箇所が2016年10月から12月末までの期間です。10月初めは611ドル、2017年1月5日にピークを迎えて1180ドル、 1.9 倍、1週間で751ドルまで下落、頂点から 36% ダウン。次っと、青色の箇所が2017年10月から12月末までの期間です。10月の初めは4341ドル、12月17日のピークは19764ドル、 4.5 倍、1週間で1890ドルまで下落、 45% ダウン。このようにビットコインの過去のチャートで10月から12月末にかけて好成績となったのは9回中4回です。どれも年末に向かって加速しながら上昇してピークを迎えた後急落し、1週間後に急落後の最初の安値をつけて一時的に反発しています。最初の急落の下落率は 36% から 49%。どれも1週間で反発しているのが面白い。次っと、白い線がビットコインの価格、青い線は RSI です。RSI とはですね、最近の上昇の割合をもとに買われすぎ売られすぎを判断するのに使うインジケーターです。最近の値動きの大きさのうち上昇の大きさの割合をパーセントで表したものです。なんと週足の現在の RSI は 91.7、 約 92% が上昇を占めているということです。 91.7 以上つけるのは2013年11月以来の7年ぶり。2017年の時の RSI の最高は 90.3 なので、すでにバブルを超えています。以上がニュートン氏の分析結果です。以上を参考にビットコインは1月にピークアウトするのか予想すると、それは1月にピークアウトする可能性はあるが、その前にもう一段上がると予想します。なんだって？理由を説明します。ずっと、これは2017年以降の出来高上昇力です。青色の縦棒が出来高上昇力、オレンジの線はビットコインの価格を表しています。出来高上昇力とはですね、出来高1で価格が何パーセント上昇したのかを指数化したものです。出来高6つの主要取引所のデータを用いています。価格が低い方が出来高1あたりの上昇率は高くなりやすいですが、その他相場が開始して価格が急上昇した時に売り方が少なくなると出来高1あたりの上昇率は高くなります。過熱の次に待っているのは頂点。つまり、出来高上昇力で相場の過熱感を測り、頂点の心構えをします。2017年以降の出来高上昇力の最高値は78番。仮想通貨バブルで価格が頂点をつけた直後に出来高上昇力が59番まで上がりました。一方、2020年10月以降は最高で32番で、価格がバブル超えするタイミングも上昇力は低いまま爆上げてます。まだ加熱している様子がない。つまり現在の状況はイナゴ買いが殺到して加熱しているような状況ではないということです。なのでこの後イナゴの大量の利益確定による暴落は発生しづらいと考えられます。暴落するとしたら引き金は大口の投げ売り。クジラドリスの現在の状況を確認します。ずっと、これは2013年のチャートです。薄い灰色がビットコインの価格です。茶色がクジラアドレスの数です。このところでは、ビットコインを1000枚から1万枚保有するアドレスのことをクジラアドレス、1万枚以上保有するアドレスを超クジラアドレスと言います。過去の歴史的な爆上げでは、価格が急上昇する前にクジラアドレスが減少傾向に入っていることを明らかにしました。チャート見ると、ビットコインが爆上げで頂点をつける1ヶ月以上前に茶色い線のクジラアドレスが減少し始めて、価格が頂点をつけた後も減少しています。次っと、これは2017年のチャートです。価格が頂点をつける4ヶ月以上前にクジラアドレスが減少し始めて、価格が頂点をつけた後も減少しています。次っと、これは2019年のチャートです。
カカオ頂点をつける2ヶ月前にクジラアドレスが減少し始めて、カカオ頂点をつけた後も減少しています。次っと、これは2020年12月18日時点のチャートです。クジラアドレスとビットコインの価格が一緒に上がっていってます。もし12月18日時点がビットコインの頂点なら、クジラアドレスは減少傾向にあるはずなので、上昇の勢いは続くと予想しました。それから4日後っと、減りました。価格は持ち上がり、クジラアドレス数は減少し始めました。具体的には48頭が群れからいなくなりました。もし今後もクジラアドレス数の減少が続き、歴史が繰り返されるとすれば、1ヶ月から4ヶ月後にビットコインは頂点を迎えることになります。しかし6日後っと、増えました。クジラアドレスが2128頭まで減った後反発して、2181頭まで増えました。53頭増加。興味深いのは、クジラアドレス数が増加するのと同時に、1万から10万枚を保有する超クジラアドレス数が大きく減少していることです。わずか10日で107頭から10頭減少。これは一体どういうことか？小分けにした。いずれにせよ、ビットコインの爆上げ中にクジラアドレス数が増えるという前代未聞の事態が起きているので、過去最高の2208を超えてきたらビットコインが再び爆上げし始めるのか注目です。チャートっと、これは仮想通貨バブルの時のビットコインとイーサリアムとリップのチャートを重ねたものです。仮想通貨バブルの時は、ビットコインが頂点をつけた後にアルトコインに資金が流れて飽和した後、雪崩のように価格が落ちていきました。チャートを見ると、ビットコインが2017年12月に頂点をつけた後、イーサリアムが吹き上げ、続いて XRP が吹き上げて2018年1月に頂点をつけています。2020年現在は高騰しているアルトコインもありますが、仮想通貨バブルのような勢いにはまだなってなくて、最高値まで遠いコインも多いです。もしインフレのリスクエッジのための機関投資家のビットコイン買いが多いなら、仮想通貨バブル当時のようなビットコインをアルトコインに買いまくる急激な流れは起きないのかもしれません。また SEC がリプルを提訴した後、次のターゲットに目標を定めているという話がニュースになっているので、有価証券問題がアルトコイン全体に広がる警戒ムードが強まると、ビットコインとイーサリアムの投資がさらに強まる可能性もあります。以上がビットコインはいずれ大幅な調整が入るけどもう一段上がると予想する理由です。過去の事例では爆上げで頂点をつけた後の1回目の下落は1週間後に安値をつけて、下落率は 36% から 49% ダウン。なので今後急落発生した時に1週間後に高値から 30% 以上下落していたら下降トレンド入りの確保です。なお相場は何が起きるかわからないので、アンゴロがもう一段上がると言ったからという理由だけで買うことは絶対にしないでください。自分で徹底的に調べて自分の判断で投資先と投資タイミングを決めてください。投資は自己責任で、利確損切りは忘れずに。以上、ビットコインは1月は上がるのかでした。暗号資産ダービー。暗号資産ダービーのレースが開始しました。暗号資産ダービーは価格レースで1着2着を当てた的中者1名に10万円分のビットコインをプレゼンするイベントです。投票状況っと、1番人気はビットコイン、2位はネム、そしてリップル、イーサリアムと続いています。レースと、現在先頭はリップル。リップルショックで暴落した後の反発にうまく乗り、プラス 18% で大きくリードしています。上昇率 30% でゴール。このまま逃げ切れるか。後ろからビットコインとリンクが 5% 前後で追いかけています。このレースで優勝者が決まらなかった場合は第2レースに進むので、的中しなかった人も投票したことがない人もまだチャンスはあります。説明欄のリンクからぜひ遊んでください。この動画面白かったらグッドボタンをお願いします。富山太郎さん、ご視聴を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。